こんにちは、ケイロです。今日はモンスニュースまとめやっていきます。まず重心化情報ですね。今回は不要でございました。ちょっと惜しかったですね。光属性のナンバー2000番台っていうところを当てたんですけども、このキャラは2700番台なんですよね。めちゃめちゃ新しいキャラが重心化したんで、これまたびっくりです。ちなみにダムスの後の重心化ですからね、現状の中では一番新しい重心化の可能性があります。はい、このキャラは反射ゲージバランス型、性能はこんな感じですね。ダブルギミック対応かつレーザーバリアキラー持ってるんで、超強スパークバレットにこれキラー乗ってきます。となった時にはもう実質砲撃型ぐらいの火力が出るんですけど、まあ、これはねキラー対象にはめっちゃ火力出ますね。ただサビュージョンで多少ね抑えられてはいるんですけども、サビュージョンもなんかワンパンラインとか乗せにくいクエストでは超強攻撃アップでワンパンライン乗せたりできますから、まあ、意外と役立つことはあるんじゃないかなと思います。普段使いの出番としてはそんなに多くはないと思うんですけども、まあかなり強くなったんで、いろいろ試してみたいなというふうに思います。 SS も貫通変化&壁反射 SS ですね。重心化日は12月24日火曜日12時からというふうになっております。そしてモンスト年越し&正月イベントが開催されます。こちらご縁起ドリームスっていうキャラが期間限定で登場します。いつもの期間限定降臨ですね。さらに去年までの期間限定キャラが初期に追加されます。あと超爆豪祭開催されますので、これぜひ皆さんやりましょう。期間は結構長いですね。そしてモンスト年末年始キャンペーン1920というところで、ログインするとこんな感じでたくさん報酬がもらえます。特に大晦日と元旦ですね、オーブ10個ずつもらえるんでぜひログインしましょう。そして覇者の塔、12月27日金曜日から登場するんですけど、今回連覇の道が廃止されまして、裏覇者の塔東が登場します。こちらは内容としましては既存の覇者の塔のクエストなんですけども、敵モンスターが全回別属性になって登場します。覇者の塔東をクリアするとまたスキップ可能なんですけども、最大30回までっていう風に言っておりました。全てスキップはできません。ただこの裏覇者においてはゲームオーバーになっても再挑戦が可能っていうところなんで、連覇のミスと違って簡単にクリアができますよっていう感じですね。まあ適正キャラがだいぶ変わってくるんで、まあ最初は面白いと思うんですけども、後々なんか飽きてきそうな気はします。で飽きてきた頃には西とか南とか北が登場するって言ってたんで、まあそれでなんか飽きさせないようにするんじゃないかなっていうところですね。報酬はこんな感じでして、合計オーブ25個とレベルの賞2つゲットできます。まあそんなに報酬は変わってないですね。レベルの賞2つ追加なんですけども、まあ最近モンスポットにおいて修練の時だとか出ましたし、まあちょっとレベルのその価値が下がってるんで、まあここをどう捉えるかっていうところでございます。次は新超絶ケセドが登場します。可愛いですね。初降臨日は12月25日水曜日の19時からとなっています。クリスマスですね。まだ今回も記念ミッションがありまして、全てクリアすると1000系の賞がゲットできます。さらに最終決戦のミッションにも追加されるんで、ぜひ皆さんやりましょう。はい、今日のニュースはそんなところですね。あんまり重くなかったんですけども、来週のニュースが今年最後になるんで、ちょっといつもと違って金曜日になってるんでね、皆さんお間違いなくというところでございます。ではそんな感じで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価、チャンネル登録の方もお願いいたします。それではバイバイ。